マリッサ・キャステリはアメリカ合衆国出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーはマービントラン、サイモン・シュナピアなど。2014年ソチオリンピック団体戦銅メダリスト。2013年、2014年全米フィギュアスケート選手権優勝。4歳でスケートを始める。2006年にサイモン・シュナピアとペアを結成。 2009年世界ジュニア選手権で3位になった。2011から2012シーズン、全米選手権で5位に終わった後、解散を考え1ヶ月の間一緒に練習をしなかったが、解散は思い直した。2012から2013シーズン、アイスチャレンジで国際大会初優勝。NHK 杯では3位で、グランプリシリーズで初のメダルを獲得。 全米選手権では前年の上位3組が欠場、解散している中で初優勝。2013から2014シーズン全米選手権で2連覇。ソチオリンピックの団体戦では SP、FS ともに自己ベストを更新、銅メダルを獲得した。5月7日、シュナピアとのペアの解消を発表した。6月10日、 カナダ出身のマービン・トラントのペア結成を発表。今までと同じくボストンでロバート・マーティンに指示し、トランのコーチであるブルーノ・マルコットの下でも練習をする。2017から2018シーズンをもってトラントのペアを解消。いくつかトライアウトをしたが、ペア結成には至らず、引退という言葉は持ちいず、先へ進む意思を明かした。ありがとうございます。